兵庫県上川町では、子どもの日に合わせて、今年もおよそ400匹のこいのぼりが掲げられ、風に揺られています。上川町の野外活動施設、グリーンエッコー笠形では、30年ほど前から毎年子どもの日に合わせて、寄付で集まったこいのぼりを飾っていて、今年もおよそ400匹が大空にたなびいています。こいのぼりを飾るのは、子どもの健やかな成長を願う日本の伝統行事で、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、地元の人たちはいつもよりも強い願いを込めて、力強く泳ぐこいのぼりを眺めていました。お茶からの何色？青ですか？赤ですか？こいのぼり。赤。え？赤。赤。うん、もうゴールデンウィーク、去年すごい人が来ていただいて利用されてたんで、こういう状況なんで非常に残念なんですけども、早めに撤収するっていう形でしております。例年は5月いっぱい飾られるこいのぼりですが、外出自粛の影響で今年は早めに取り外すということです。